さて、無事降りられたけど、しかしここって村のレンゲ畑だった場所だよね。なあ、ずいぶん様子が変わってるけど。これもキーヤが覚醒した影響なのかもしれません。サイト、幻獣の気配はどうでしょう？今のところ出現する気配はなさそうだ。当面はあの法人を頼りにしても問題なかろう。わかった。とりあえずトルタ村長に挨拶した方が良さそうだな。はい、行ってみましょう。なるほど、そんなことがあったのか。最初そちらの狼殿と共に訪ねてきた時は腰を抜かすかと思ったが。すみません。どうやら私の配慮不足だったようだな。いやいや、伝説の新郎殿にこうしてお目にかかれるとは光栄の至りですわい。村には国防軍とやらもほとんど来ることはないし、好きなだけ滞在してくれるといいじゃろ。ありがとうございます。とても助かります。しかし病院の方でも批判的な人は多かったけど、ここでもディーター大統領はあまり評判が良くないみたいだね。もともとこの村とは縁の薄い人物ではあるからな。独立国などと言われても全くピンとこぬし、例の幻獣が現れたせいで農作物の収穫も落ち込んでおる。なのにたまに国防軍とやらが見回りに来る程度の対応じゃ。そうでしたか。存在すぎますね。町の者が周辺の村里を顧みぬのは世の常。しかしどうもそれが行き過ぎているようだな。わしも正直ついていけないものを感じる。かといってこの村の影響力などクロスベル市の人口に比べればあってないようなもの。正直どうしたものかと考えあぐねていたところじゃよ。なるほどね。幻獣についてはこちらも気をつけておきます。それ以外にここ最近で何か困ったことはありますか？村の治安や雰囲気が悪化していたりとか。いや、幸いにしてそこまでには至っていない。今は村全体で協力してこの困難を乗り切っていこうと頑張っているところじゃ。ハロルド君の一家も協力してくれているしな。ハロルドさん？そういえば家族で遊びに行くと言っていたような。ちょうど異変の時一家で遊びに来ておってな。その後すぐに街道の移動制限が出されたからそのままとどまっているんじゃよ。そうだったんですか。ハロルド君の一家なら宿の2階に滞在しておる。よかったら顔を出すといい。ええ、わかりました。早速訪ねてみようか。
皆さんは。おお、ロイドさん、よかった、ご無事だったんですね。ハロルドさん、どうもお久しぶりです。おっきなワンちゃんとは私のことだろうか。ナイスな故障かと。新郎も肩なしだね。ロイドさんたちが逮捕されたという噂を聞いて本当に心配していました。何でも脱走犯として指名手配されたそうですが、ご無事そうで本当によかった。ありがとうございます。あの、他の支援課の皆さんはどうなさったんでしょうか。残念ですが、離れ離れになっています。詳しい居場所もわからない状態で。そうでしたか、心配ですね。ハロルドさんたちは異変の時ちょうど村を訪ねていたみたいですね。ええ、最初は何が起こったのやら皆目見当がつきませんでした。訳もわからないまま街道の移動制限が出されて町にも戻れなくなってしまって。でも村の方々には本当にお世話になっています。宿のご主人はほとぼりが冷めるまで滞在していくよう言ってくださって、ゴリンも村の子供たちとすっかり仲良くなったみたいで。カミーユ君やプーリーちゃんがいっぱい遊んでくれるんだよ。ワンちゃんも今度一緒に遊ぼうね。考えておこう。ありがとうございます。まあそういうわけで、私も恩返しに村のお手伝いをさせていただいているんです。とは言っても時々訪れる国防軍との交渉を引き受けるくらいなのですが。いえ、この状況下だととても大切な役割かと。ハロルドさんのようなベテランの商人なら交渉もかなり慣れているでしょうし。本当に大したことはないんですが。そうだ、国防軍と交渉しているときに気になる話を聞いたんですが。気になる話？ええ、何でもこの辺りに正体不明の抵抗勢力が潜んでいるそうなんです。何度か国防軍の部隊が襲撃に遭っているらしくて。本当ですか？へえ、この状況下でそんなことをする人間がいるのか。何者かは分かりませんが、非常に有益な情報ではないかと。ああ、確かめる必要がありそうだ。ハロルドさん、抵抗勢力というのはどのあたりで目撃されてるんですか？どうやら古道の途中にあるアルモリカ古戦場のあたりで目撃されているようです。国防軍も定期的に巡回しているようですが、成果は上がっていないようですね。アルモリカ古戦場、かつて幾度となく血が流され、教団が本拠地と定めた宿豪の地下。あの遺跡には隠れた通路なども多い。抵抗勢力とやらが身を潜めるのには適しているだろうな。何が待ってるかわからないけど、準備を整えて行ってみるか。さてと、それじゃあ古戦場に行くってことでいいのかな。ああ、その抵抗勢力というのが何者かはわからないけど。
ひょっとしたら俺たちとも連携できるかもしれない。そうですね、探ってみる価値はあるかと。ならば向かうとしようか。さてと、タハ！みんな、立て直すぞ！よかった！そこだ！そこだ！俺の番だな！タハ！僕の番だ。避けられるかな？よかろう。さて、分析を公開します。ゲットです。そこだ！そこだ！任せてくれ！よかれ！やれやれ、終わったか。そこだ！えい！
やっぱりここにもプレロマ草が咲いてるのか。まあ教団の本拠地があったし無理もない場所だとは思うけど。ハロルドさんの話によると、ここで何度か国防軍の部隊が謎の一団の襲撃を受けているとか。ふん、かすかに匂いはするが気配を立っているようだな。誰が潜んでいるにせよ尋常な相手ではあるまい。そうか、厳重の危険もある。警戒しながら捜索してみよう。了解です。アロンジ、罠だったみたいだね。赤い星座。気配を消していたのはこやつらだったか。目当てに逃げられて当てが外れた気分だったが、代わりの獲物が飛び込んできてくれるとはな。ランドルフ隊長の同僚か。捕らえておけば大統領や国防軍にも恩が売れそうだ。総勢7名、軍用魔獣多数の構成です。なかなか歯ごたえがありそうな獲物ども、じっくりと確実に削ってくれるとしよう。我々の方位からどこまで持ちこたえられるか見せてもらうぞ。特務支援か。望むところだ。全力で包囲を突破する。手強いぞ、気をつけろ。了解です。任せておけ。エニグマ駆動。さて、ビビッタンカーカーターゲットを発射しました。よし、任せておけ。
僕の番だ。エニグマ駆動。行くぞ。さてと、任せてくれ。エニグマ駆動。そう、始める。そう、やれやれ、終わったか。ナイスファイト。なかなかやる。さすがに国防軍とは一味も二味も違うね。当然だ。我らは赤い星座、大陸全土の戦場をかけ蹂躙してきた修羅の一党だ。かのウロボロスですら戦場では我らには及ばぬ。たとえそちらの狼が巨大な化け物に変わっても容赦なく狩るのみだ。ほう、サイトのことまで。アッパスに連絡を入れておけばよかったかな。お前たちがこの包囲を突破できる可能性はゼロだ。このまま殴られるか投降するか選ぶがいい。やれやれ、ゼロというのはさすがに言い過ぎではないですか。サオリー、ここから逃げたはずでは。それは貴様らが我らを捕らえ損ねただけだ。貴様ら、ひるむな。戦闘力ならこちらの方が。やはりクロスベルにまだ残っていたか。その程度の数で私たちを狩ろうとは、ヘイユエも舐められたものですね。どうする。客人がいるゆえこの場は見逃してやろう。我らを狩るつもりならば倍の数は連れてくるがいい。それと千騎殿かブラッディシャーリーさんに来ていただかなくては、せっかくおもてなしをする甲斐がないというものです。伝えておこう。後悔するなよ。扉を開けろ。撤退する。やれやれです。さすがに結構ピンチだったかもね。お役に立てて何よりですよ。お久しぶりですね、ロイドさん。皆さん、サオさん、それにリーシャさん。そうか、彼らと一緒にいたんだな。はい、ここでは何ですから、場所を移しましょう。そうですね、せっかくの再会ですし、見晴らしのいい場所に行きましょうか。
なるほど。あの襲撃からずっとこの辺りに隠れていたんですか？ええ、教団の跡地もありますし、身を潜めるには好都合ですから。蛇の一団が巨大な鐘を設置する様子も観察できましたよ。あの博士がいた現場ですか？中央広場にあったゼロの至宝を完成させる儀式に使っていた巨大な鐘だね。何らかのアーティファクトなのは間違いないと思うけど。ちなみに鐘は再び撤去され、クロスベル市に戻されたようです。現在この地にいるのは我らヘイユエのみと言えるでしょう。インドの除けばですが。リーシャ、ロイドさん、今はどうか見逃してください。この地で私が行ってきた数々の違法行為、捕まるわけにはいきませんが、せめてこれ以上迷惑をかけないようカルバードに帰るつもりです。ことをなしたらきっと。それは復讐ってことか。あの人たちは何よりも大切なものを奪った。みんなの太陽を、かけがえのない希望を。決して許されるものではありません。そこで破棄した契約を再び交わしてくださったのですよ。強敵たる赤い星座に協力して対抗するためにね。あんたは黙っててくれ。なあリーシャ、イリアさんが目を覚ましたのは知っているのか？本当ですか？はい、異変のすぐ後に意識を取り戻したそうです。すっかりとは言いませんが、すごく元気そうですよ。あなたの慈悲に感謝いたします。よかったじゃないですか。まあ聞いた話では下半身不随でステージ復帰は絶望的だそうですが。あんた、とっくにその情報は掴んでいたみたいだね。ええ、インドのは知りたくないとおっしゃっていたので、あえてお教えしていませんでした。サオ様、何もそのような。インドの、どうか誤解なさらないでください。あなたを気落ちさせたくないというサオ様なりの心遣いで。弁解は無用です。それに何を聞いたところで私の意思は変わりません。私なりのけじめをつけてからクロスベルの地を去るだけです。私どもとしては非常にありがたい話です。ロイドさんたちもお互いの事情はあるでしょうが、戦うべき相手は共通しています。ここはぜひ協力関係を結ばせていただきたいところですね。ええ、別に構いませんよ。ただしリーシャは引き取らせてもらいますが。ロイドさん。ほう。リーシャ、イリアさんからの伝言だ。あんたにとって一番大切なものは何？その大切なものを前にして頑張らずにいられるの？イリアさんはさ、全然へこたれてなかったよ。最初は不安を感じながらもあえて強がっているのかなって思ったんだけど、絶対に舞台に復帰する、
そう信じて疑ってないみたいだ。それがどれだけ大変なことかもちゃんと理解した上でね。まあ正直あれだけの信念を貫くのは難しいとは思うけど、それでも話を聞いているだけで私たちも勇気づけられました。イリアさんがそんな意気込みで舞台復帰を目指している中、君にとって一番大切なものは何だ？赤い星座への復讐か、受け継いできた陰の道か、それとも。そんなの言えるわけ、言えるわけないじゃないですか。血塗られた私が、闇に生きてきた私なんかが。ごまかすな、リーシャ。俺は君に本当に大切なものは何かと聞いてるんだ。頑張らずにはいられない、君の魂が求めずにはいられない大切なものは何なんだ。そんなのアルカンシェルに決まってます。私はまたあのステージで踊りたい。イリアさんやシュリちゃんや劇団のみんなたちと、ただそれだけなんです。そっか。そもそも さすがはロイドさん、見事こちらの段取りをめちゃくちゃにしてくれましたね。いや、この場合イリア城の勝ちというべきか。やられましたよ。見事にやられました。サオさん、言い訳はしませんよ。本当はこの上なく腹渡が煮えくり返っていますが、ま、今後の協力もありますし、今回は引いておきましょう。インドの、いえ、リーシャ・マオさん、英雄へとの契約は今回については終了しましょう。どこに行こうがどうぞご自由に。サオさん、ありがとうございます。あくまで今回は諦めたというだけですから。私が英雄へが高みを目指すには、やはりあなたの力は欲しい。まあせいぜい気を抜かずに舞台に励むといいでしょう。ええ、私絶対に諦めませんから。はあ、ロイドさん、どうもお疲れ様です。まさかあそこであんな風に持っていくとはね。ふん、さすが司法の巫女に懐かれるだけはあるようだ。いやいや、ただ伝言を伝えただけさ。でもなんとか伝えられてよかったよ。ところでロイドさん、この私の憤懑は一体どこにぶつければいいのでしょう。え？そうですね、リーシャさんに去られる代わりにあなたにヘイユエに来ていただきましょうか。いろいろ鍛えがいがありそうですし、素晴らしい戦力になってくれそうだ。サオさん、確かに
あなたのトンファーにしても我らの憲法を治めればさらなる高みに行けるでしょう。いや、お言葉はありがたいですけど。モテモテだね。これはうちも負けずに勧誘しておこうかな。ワージさん、冗談に聞こえません。フランさん、データを送ります。はい、出ました。クロスベル北西エリア、マインツ山道中間地点です。マインツ方面か。行動できるエリアが広がるな。まあ向こうもこちらの動きにそろそろ気づいていそうだけど。マインツ方面といえば、ヘイユエとは異なる勢力がレジスタンスをしていたはずです。何でもリーダーは国防軍の現状に異議を唱えた元警備隊メンバーだそうですが。そうなのか。てっきり全ての隊員が国防軍になったと思っていましたが。まあ無理もあるまい。警備隊に甚大な被害を与えた赤い星座が大手を振って動き回っているくらいだ。その欺瞞に耐えられないものが出てきても不思議ではなかろう。それじゃひょっとしてお姉ちゃんも。いや、残念だけどそれはないと思う。ノエルは全てを飲み込んだ上で今のクロスペルを守るという道を選択した。その決意を簡単には曲げないと思う。そうですよね。お姉ちゃんって本当に強くって不器用ですから。フランさん、まあいずれにせよそのレジスタンスってのにはコンタクトしておきたいね。場合によっては兵ゆえともども力になってくれるかもしれない。なあ、とにかく降りてみよう。そういえばリーシャ、その前にウルスラ病院に寄っておくか。え、イリアさんは君にとても会いたがってたよ。いろいろあるとは思うけど元気な顔を見せてあげたらどうだ。いえ、やめておきます。私はまだイリアさんの前に胸を張って立てませんから。せめてクロスベル氏を解放してアルカンシェルを取り戻すまでは我慢させてください。そうか。もどかしいですけど気持ちはわかる気がします。ごめんなさい。あ、もちろんご用があればウルスラ病院に行くのは構いませんから。私はその病院前で待たせてもらいますけど。ああ、わかった。それにしてもリーシャ、やっぱりこちらが素なんだな。
そこで。そこです、そこです。ストップ。私、そこです。行くよ、くっせ。よかろう。やれやれ、終わったか。そこです。えい。やれや、行くよ、ちょっと。よし、スティア。よし、上出来だ。ターフ、ターフ。スティア、僕の番か。バーストキャッチャー。私の番です。やあ。任せておけ。俺の番だな。なんだ、その程度かい。
たちは止められない。そこです。えい。